エドワード・オズワルド・ゲイブリエル・タービル・ピーターは、イギリスの学者。英国学士院特別会員であり、オックスフォード大学で古代アイスランド文学及び、古代研究の教授を務めた。文学や宗教史に関して英語及び、アイスランド語で多くの著作や論文を残した。ゲイブリエル・タービル・ピーターは1908年に、先祖代々の土地であるイングランドレスターシャー。 シューハズバンズ、ボスワースのボスワースホールに生まれた。家はカトリックで、地主紳士階級だった。両親は、オズワルド・ピーターとマーガレット・ピーター。5人いた子供たちの4番目であり、兄に、考古学者のフランシス・タービル・ピーターがいる。アンプルホース・カレージ校及び、オックスフォード大学のクライスト・チャーチ・カレッジで学ぶ。1931年から1934年までは、 英語の文学史取得のために研究し、JRR トールキンの指導を受けた。アイスランド文学、早期スカンディナビア文学、歴史初期からの伝承を研究した。最初はイングランドで、後にアイスランドやその他北欧諸国にわたって研究を行った。アイスランドでは数年間を過ごした。1943年1月7日に、 ジョーン・エリザベス・ブルームフィールドと結婚した。彼らの間には3人の息子が生まれた。ソウル・ラク・フランシス・サミュエル、マーリン・オズワルド、ブレンダン・アーサー・オーベロンの3人である。1941年には、オックスフォード大学において、最初の古代アイスランド文学及び古代研究に、関するビグフスソン准教授職に任命され、1953年には、教授に任命される。 1975年に退職するまでこの職を務め上げた。アイスランドからは、はやぶさ勲章騎士賞を授与されている。スウェーデンでは、王立グスタフ・アドルフ学士院の会員となった。北欧研究バイキング協会の名誉就寝会員でもあった。1973年には、英国学士院特別会員に選出された。個人蔵賞。 オックスフォード大学の英語学部図書館に依存した。ありがとうございます。